皆さんこんにちは、吉田です。本日はね、ご視聴ありがとうございます。ということで、今日はですね、前回ミニマルな、ね、電動ドライバーをね、紹介したと思うんですけども、それに続いてね、今度は精密ドライバー、ミニマルな、そしてシンプルな精密ドライバーを見つけたので、そちらをね、レビューしていこうと思います。ちょっとね、告知をね、させていただきたいんですけども、僕ですね、シロップというね、ブログをね、やっています。こちらにね、URL があるんですけども、動画はね、概要欄の方からも、チェックができます。まあ、お役立ち情報だったりとか、あとガジェット、あとミニマルとか、あとダーツとか、いろんなことをね、発信しているので、よかったらね、チェックしてみてください。それではね、長々とね、前置きはね、飛ばして、もう早速ね、レビューしていくと思います。はい、今回紹介するね、商品がね、こちらです。はい、こちらがですね、ミニマルで、コンパクトなね、精密電動ドライバーになります。見た目の通りね、ペンシルタイプで、この前に紹介したあの電動ドライバーみたいに工業製品みたいにグリップがちゃんとしていて、グリップがちゃんとした電動ドライバーっぽい形ではなく、ペンシルタイプのね、例えば、まあ、精密機器、パソコンだったりとか自作 PC とか、そういったね、精密機器を、扱うのに特化した製品になります。でこちらですね、製品名がワウスティック、1F プラスというものです。箱のデザインもめちゃめちゃシンプルで、まあ、以前紹介した、ね、電動ドライバーのように箱自体もねすごいミニマルです。ではね、早速、開けてみて中身を見ていこうと思います。はい、次はですね、こちらですね、アイアムデュアルパワー、スクリュードライバーホームツールと書いてあります。多分こちらがね本体になると思います。で、ね、早速開けていこうと思います。本体もだいぶね軽いですね。おー、かっこいい。やっぱあのマット仕上げですね。前回紹介したあのね、電動ドライバーも、マット仕上げのこういうチャコール系の色だったんで、かなり色合い的には合ってるんで、この2つのね、工具をね、揃えておくと、まあ、すごいね、統一感があっていいと思います。ただ残念なのが、こちらの充電系の、ね、端子。これまだですね、マイクロ USB なので、USB Type-C 信者のね、皆さんには残念なお知らせになります。シンプルなので、これでもね、全然いいかなと思います。ではね、続きをね、紹介していこうと思います。こちらですね、3つ、ここにあるんですけども、これがですね、おそらくツール、その先端部分ですね、が、実は3つも付属しています。かなり多いですよね。ちょっと1個ずつ中身見ていこうと思います。まず1つ目が、こちらですね、×1 って書いてますけど、主にプラスドライバーと、マイナスドライバー、そして六角が入ってますね。で、こちらからね、オープンって書いてます。おー、こういう風に出てくるんですね。へー、この辺の素材はラバーになっていて、で、ここにね、それぞれのツールが入ってますね。まあ、精密電動ドライバーってだけあって、かなりコンパクトなね、小さめのドライバーがね、揃っています。なので、本当にね、ちっちゃいプラスドライバーとかだと、あの、メガネのネジとかにも使えますね。で、これ、×2って書いてある方、ちょっと見てみましょう。こちらは何が入ってるんでしょうかね。はい、こちら×2の方なんですけど、はい、こちらですね、×2の方はですね、六角の大きいサイズと、あとこちら、六星かな、あの、六角のね、星のものと、こちらも六星なんですけども、これはね、中心にその突起があるタイプにも対応しますね。で、こちらが星型が3つと、これ三角。三角というか、なんか、あのテトラポットみたいな、ちょっと細めのね、三角のものにもなります。こちらも中身はね、多分一緒だと思います。はい、こんな感じの構造ですね。そして最後、こちら、×3 番ですね。結構先端のこのドライバー部分の種類が豊富なので、これ1個あるだけで全然こと足りると思います。お。はい、最後はですね、なんかめちゃめちゃ多種類ですね。四角と三角。あとですね、2つのね、縦長の棒タイプのものですね。これ U って書いてあるんですけども、ちょっとあんまりこの先端の種類に関しては詳しくないので、ちょっと省きます。はい。と、あと普通の丸いタイプですね。と、なんか何ですよね、サバゲーの、ドットサイドみたいなやつと、プラスドライバー。あー、なるほど。あれですね、ロングタイプなんですね、こちらは。へぇー、面白い。中国語で書いてあるんですけども、多分、長いタイプみたいな感じで書かれていて、長めのね、こういったドライバーも入ってます。なるほど、なるほど。はい、ドライバーの種類はですね、こういった合計3つのね、筒にね、入っています。かなりね、種類が多いんで、これ1つ買っとけばね、とりあえず問題ないんじゃないかなと思ってます。そして、あと2つ箱ですね。これがですね、ちょっと重めですね。アイエムベースって書いてあるんで、多分スタンドだと思います。
こちらがですね、スタンドですね。ちょっとラバーっぽくなっていて、滑り止めみたいになってますね。なので、床をね、傷つけたりとかしないと思います。こちらのね、スタンドが重めなので、このままね、直で置いて、このペンもね、ここに入れておくってこともできますね。あ、いいですね、これ。多分ドライバーつけっぱなしでも、普通に立つと思います。はい。でね、最後の箱、こちらを紹介していこうと思います。こちら多分ケーブル類じゃないかなと思います。そうですね、ケーブル類と吸盤、多分これはスマートフォンのあれですかね、液晶画面とか交換する時に多分使うと思います。あ、僕は使わないですけどね。短めのマイクロ USB のケーブルですね。こちらですね、こちらもあのスマートフォンの液晶画面とか交換するのに使うねツールだと思います。この瓶ですね、瓶の中にはなんかね、いくつか細かいねネジが入ってます。多分なんかに使う、なんか多分なんか分解した時に万が一なくなった時用のあのビスかなと思います。僕使わないと思うんで、まあ多分おまけでついてる程度だと思います。で、最後にこちらですね。はい、こちらですね、多分マグネットの効果を復活させることができるツールだと思います。っていうのは、あのマグネットだと使ってるうちにどんどん薄れてきて、あの精密機器とかだとちょっと奥の方にねあるネジとかたまにやっぱ抜けなくて、まあ、マグネットでカチッってつけたままね抜きたいとかって時があると思いますけど、まあね、使ってるうちにねこのマグネットの効果ってどんどん薄れてくるんですよね。なのでこういったので、こうやってねこの部分を擦ります。そうすると先ほどのようにね擦ることによって、磁気をねまた復活させてくれて、このようにネジがあるとこうやってね簡単にくっつけようになります。はい。まあ、こういったね、ツールもね、含まれております。ではね、ちょっと本体の方をね、ちょっと見ていこうと思います。こんな感じですね。はい。まあ、先ほど言った通り、本体がね、マット仕上げなので、すごい高級感があって、あの、インテリアとしてもいいと思います。まあ、先ほどのね、こういったスタンド、に、このね、立ててね、机の上に置いとくのもいいと思います。なんかね、男臭いね、ガジェットというか、まあ、工具とはね、思えないぐらい、まあ、おしゃれでシンプルだと思います。そして、液タブのようなね、この部分、ボタンになってるんですけども、前を押すとですね、右回転をしてくれます。で、後ろの部分を押すと、左回転をしてくれます。で、今見た通り、こちらのね、フロントの部分。で、こちらですね、LED がついているので、このようにね、光ることができます。なので、ちょっと暗いところで作業したりとか、あと奥の方のね、見づらいところにも差し込んで、ライトで、ね、照らして、撮ることができます。まあね、もうとりあえず何と言ってもこのデザインをね、見てほしい。もうコンパクトで、もうこのシンプル。こういったシンプルなデザインの精密ドライバーとか電動ドライバーって全然ないので、もうこれだけでね、もう購入する価値全然あります。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、こちらの、ミニマルでコンパクトなね、電動ドライバーを紹介しました。こんな感じでね、すごいコンパクトで、なのにね、電動っていうところがすごい惹かれると思うので、気になった方はね、ぜひこちらの動画の、ね、概要欄の方から、ご購入の方をね、検討してみてはいかがでしょうか。この動画が良ければ、高評価、そしてね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、冒頭でも言ったんですけども、ブログの方もやっているので、ぜひね、チェックしてみてください。それではまた皆さん、会いましょう。さよなら。